さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2022-2023 W リーグレギュラーシーズンの第9週の結果などを見ていきたいと思います。それでは早速試合の結果を見ていきたいと思います。レギュラーシーズン第9週の1試合目の結果は次の通りです。トヨタ自動車対日立ハイテクの対戦は、第1クォーターからリードしたトヨタ自動車がその後もリードを広げていき、103-73でトヨタ自動車が勝利。トヨタ自動車はこれで15連勝。この勝利でトヨタ自動車はプレーオフ進出が決定しました。新潟対アラウマーレの対戦は、第1クォーターからリードしたアラウマーレがその後もリードを広げていき、50-81でアラウマーレが勝利。アラウマーレはこれで2連勝です。山梨対デンソーの対戦は、第1クォーターは山梨がリードしましたが、第2クォーターに逆転したデンソーが、第4クォーターに突き放し、58-91でデンソーが勝利。デンソーは連敗ストップです。トヨタ紡織対シャンソーの対戦は、第1クォーターは同点と接戦で展開しましたが、第4クォーター終盤にリードを広げたシャンソンが、トヨタ紡織の反撃を振り切って、53-60でシャンソンが勝利。シャンソンは連敗ストップです。姫路対エニオスの対戦は、第1クォーターに大きくリードしたエニオスがその後もリードしていき、57-92でエニオスが勝利。エニオスはこれで3連勝です。東京羽田対三菱電機の対戦は、第1クォーターにリードした三菱電機がその後もリードしていき、57-83で三菱電機が勝利。三菱電機はこれで6連勝です。富士通対愛新の対戦は、第1クォーターにリードした富士通がその後もリードしていき、73-58で富士通が勝利。富士通はこれで5連勝です。それではレギュラーシーズン第9週の2戦目の結果を見ていきます。トヨタ自動車対日立ハイテクの対戦は、第1クォーターからリードしたトヨタ自動車がその後もリードしていき、81-68でトヨタ自動車が勝利。トヨタ自動車はこれで16連勝です。新潟対アラウマーレの対戦は、前半は同点と接戦で展開し、新潟が第3クォーターに大きくリードしましたが、第4クォーターにアラウマーレが猛追し、新潟3点リードで迎えた残り約1分3秒のところで、アラウマーレ、平松選手の3ポイントが決まり、延長戦になりました。延長戦アラウマーレが連続得点でリードし、そのままリードし続けたアラウマーレが、65-69で勝利。アラウマーレはこれで3連勝です。山梨対デンソーの対戦は、第1クォーターに大きくリードしたデンソーがその後もリードしていき、50-79でデンソーが勝利。デンソーはこのカード2連勝です。トヨタ紡織対シャンソンの対戦は、第1クォーターはシャンソンがリードしましたが、第2クォーターにトヨタ紡織が逆転と激しい展開になり、第3クォーターにリードしたシャンソンがトヨタ紡織の反撃を振り切って、60-63でシャンソンが勝利。シャンソンはこのカード2連勝です。姫路対エネオスの対戦は、第1クォーターからリードしたエネオスがその後もリードを広げていき、51-91でエニオスが勝利。エニオスはこれで4連勝です。東京羽田対三菱電機の対戦は、第1クォーターは東京羽田がリードしましたが、第2クォーターに三菱電機が逆転し、リードして展開し、東京羽田も粘ってついてきましたが、リードし続けた三菱電機が65-76で勝利。三菱電機はこれで7連勝。この勝利で三菱電機はプレーオフ進出が決定しました。富士通対愛新の対戦は、第1クォーターからリードした富士通がその後もリードを広げていき、81-48で富士通が勝利。富士通はこれで6連勝です。ということで、レギュラーシーズン第9週はこのような結果でした。それでは、第9週終了時点での順位表を見ていきます。1位は17勝1敗のトヨタ自動車。2位は16勝2敗の三菱電機。3位は12勝6敗の富士通。4位も同じく12勝6敗のトヨタ紡織。5位は13勝3敗のデンソー。6位は10勝8敗のシャンソン。7位は9勝9敗の日立ハイテク。8位は10勝6敗のエネオス。9位は7勝11敗のアランマーレ。10位は6勝12敗のアイシン。11位は3勝15敗の山梨。12位は2勝16敗の姫路。13位は3勝13敗の東京羽田。14位は2勝14敗の新潟となっています。ということで順位表を見ていきました。それでは次の週は
第5週で行われる予定も中止となっていた対戦カードの代替試合が行われるので、その対戦カードを見ていきたいと思います。第9週は復帰する選手が何人かいて、デンソーの篠原選手、トヨタ防宿のペク選手や、東京羽田の津村選手などが試合に出たということで、嬉しいニュースだったと思いますし、日立ハイテクのアーリーエントリーの森岡選手は地元北海道でデビューし、バスケットカウントを決めるなど素晴らしいスタートだったと思いますし、トヨタ自動車の横山選手は日立ハイテクとの初戦で11得点をマークし、素晴らしい活躍でした。次の週は2試合のみの開催ですが、2チームのファンの方も、それ以外のチームのファンの方も、この機会にぜひ見てみてください。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。